なんか今日は冷えるな。寒いしもう指令室に戻ろうぜ。なんでバーベキューなんだよ。誰のせいでこうして時間を持て余してるのかしら。居べくりできないまま無駄に資材使い果たしましたからね。提督も具材に加えましょうか。木造補足 46センチ砲流星会発艦します。すみませんでした。カンホリおい兄貴。なんだお前か。まだ提督やってたのか。誰なのです？苦笑、俺の妹だ。妹だから妹食って呼んでやれ。どうも、BL 大好きです。腐ってるなぁ。やっと見つけたわ。比叡をこちらへ渡しなさい。うおぉ、ドイツ艦。怖い、なぜ比叡を？犬たちは猿島の第一艦隊です。猿島艦隊って確か。ああ、比叡が自沈させたっていう。猿島の皆さんお久しぶりです。でも三隻ってしょぼくないですか？あなたのせいでしょ。この子たち復讐しないと気が済まないっていうからさ。私はもう過ぎたことはどうでもいいんだけど。さあ、比叡を差し出してもらうわよ。別にいいけど。お断りします。あとミラールに行ってるのよ。うん、じゃあまあいいや。諦めはや。じゃあさあミキ、この子たち引き取ってよ。あ？なんで？レア感だぞ。私、もうに映ってるしオッケー。あとミラールさん、私たちを轟沈寸前まで追い込んだ比叡と同じ艦隊に所属するなどありえません。ん？でも私これ以上レベリングする気ないから、あなたたちこのままだとイカズゴケになっちゃうよ。あらさんになっちゃうよ。いいの？お願いします。ちょっと待ったー。ただでさえ競争率高いのにレア艦のライバル増えるなんて冗談じゃないです。これは勝負でもするしかないですね。あたごさんなぜか楽しそうなのです。私と勝負して負けたら M 徳の城ヶ島にでも行ってもらうです。グートもったいねえ。すみませんでした。じゃあミキヤとよろう。お前本当にフリーダムだな。手強いです。ははぁ。なかなかやるじゃない。次は私の番ね。妹と提督との間には別な関係があって、ある日そこへさらに私が加わって三関係だったこともあるのよ。嫉妬なんて破壊力です。提督のそんなアクロバティックな性癖知らなかったです。だいぶ答えたようね。おい、繰り話信じて勝手に大破すんなし。バッと、私なんてこっそり提督のパンツコレクションしてるです。略してパンコレです。なんですって？最近パンツの残弾少ねえと思ったらお前かよ。なんてこと、もうそこまでの中に。シャイセ、うらやむ。汚らわしいわ。お姉さまがピンチ。龍も黙ってないで援護してあげて。そんな。あとミラールが猿島に遊びに来られた時のことなんて。でもいろいろあるんです。いろいろ。何かあったの？なんもねえよ。ちょっと江ノ島にスカウトしただけだ。てか今後もいい加減その辺で。すみませんでした。これ何の戦いなのです？ただの変態自慢暴露合戦になってるのです。気合い入れて、引き分け。ここは一旦引くけど勘違いしないでほしいわ。46センチ砲は私のものよ。嫉妬、今日はこの辺で許してやります。いつでも受けて立つのです。カンホリ。やれやれ結局帰っていきやがったか。人騒がせな奴らだぜ。そもそも提督が結婚相手をさっさと決めないから悪いんです。そうね。それは一理あるわね。お前も男なら後腐れなくちゃっちゃとき、決めちまえよ。指輪を渡す相手も決められないなんてほんとヘタレですね。いろんな意味で提督遅い。この際恨みっこなしで決めてしまった方がいいと思うのです。私はお姉様からもらいたいです。お前がややこしくしたんだろうが。気が進まんか、しょうがないな。誰？全巻大破したけどひし餅はゲットしたぜ。さて、祈祷するか。F5 はあかん。あかんのや。チェック、ワンツー、霧島、一発芸あります。メガネ、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 メガネ。マイクチェックの時間だオラー。